トニー・フランクリンは、イングランド出身のミュージシャン。ハードロックでは珍しいフレットレスベースの奏者として知られる。音楽一家に育ち、5歳で初ステージを踏む。1982年発表のロイ・ハーパーのアルバム、ワーク・オブ・ハートに参加した後、ジミー・ページに引き抜かれて、ポール・ロジャースらとザ・ファームを結成。フレットレスベースを用いた演奏が注目を集める。 1988年、ジョン・サイクスの誘いを受け、カーマイン・アピスと共にブルー・マーダーを結成。1990年には、自己名義のアルバムを発表している。また、セッションミュージシャンとして、ホワイト・スネークや、ラナ・レーン、ジョン・サイクス、ヒムロ・キョウスケ、田村・ナオミ、矢沢英吉らの作品に参加。1996年には、ビーズの 20th シングル、 リアルシング・シェイクスでベースをプレイした。1997年、アピスと共に新生パールに参加し、2007年にはライブ活動やベストアルバムのリリースなど、現在も活動している。また、ソロアルバムとして、2000年にブレイブニュー・トゥモロー、2003年にワンダーランド・ワンダーランドを発表した。音楽活動の傍らで、フェンダーの社員も務める。主に、 セールスマネージャーとして同社が取り扱う SWR のベースアンプ等を担当し、ナーム商等の楽器トレード賞でフェンダーのブースでスタッフとして働くこともある。フェンダーからはトニー・フランクリンモデルのプレシジョンベースが発売されている。エボニー・シバンのフレットレスのほか2007年にフレッテッドモデルが追加された。ベースのほかにパールのライブではクラリネットや テルミンの演奏も行ったことがある。ありがとうございます。